12月11日はレタヤンさんです。これこの絵すごくないですか？何で描かれているかわかります？マスキングテープとあと絵の具、すごい凹凸があるのがわかりますよね。あの以前の企画にも参加されてるんですけれども、マスキングテープはねよく使っておられる方で、よーく見るとこのスカートのラインとかあの帽子の柄とかがいろんなテープの柄を使ってるのがねよくわかります。漢字一文字で表すと、第六感の感ですね。レオルさんの作品に出会ってから感情が激動されてばかりで、いつも聴くたびになんていい曲なんだろうと感銘します。それから喜怒哀楽、いろんな感情をレオルさんの作品を通して共有しているなとよく思うので、この一文字にしました。いやもう本当にそれはすごくわかるわかるってなります。あの本当にね気持ち揺さぶってくるんですよね、レオルさんの曲っていうのは。まあ、あえてそうされているって以前からおっしゃっていますが、結構抽象的に書かれてるんですよね。なんで、いかようにも解釈できるから、例えばその歌詞の中の人物の感情であったり、まあそれを聞いてるこっち側の感情であったり、作ってるレオルさんであったり、いろんな人の感情として解釈できるから、何回聞いた曲でもまた新たな味わい方ができたりして、こう気持ちがね、揺さぶられるっていうニュアンスがあったりするのかなとも思います。惑うという字と同じで、でこの長いやつはかなり下まで来ていいです。そしてこの余ったところに小さめに心っていうのが来るようにするとバランスがいいです。続いては12月12日ムーさんです。ちょっと笑ってるレオルさんが面という漢字を持ってニヤッと笑っております。漢字一文字で表すならこの面という字だそうです。第六感が話題になり、いろいろな場面での活躍が見られたこと、ライブなどでレオルちゃんのいろいろな面を見れたことなどから決めました。確かに外に向ける自分、レオルっていうのを打ち出していく自分っていうのもあるし、ファンとか見てくれてる人たちに対するちょっとフレンドリーな面であったり、裏表ではないんですけど、こういう場所ではこういう自分を出そうとか、こういう人たちにはこういうところを見てほしいみたいな、いろんな症状を見せてくれるっていう意味でのこの面だろうなっていうのは感じるので、この字を選んでるのはなんか俯瞰して見てるんだろうなっていうので、すごい面白いなと思いました。この上の長さなんですけど、微妙に下の方が長いっていう感じなので、それをちょっとだけ意識するといいと思います。はい、それでは次いきます。12月13日よつさんです。2枚あります。左側が進行アップグレードの衣装で、右側がハーメルの大号令の衣装ですね。めちゃくちゃ可愛いですね。この銀髪と金髪、ショートヘアとロングヘアっていうのでついになってる感じがすごく可愛らしいです。このハイライトとかの入れ具合が本当に美しくて綺麗ですね。漢字で表すなら奪うという字です。心を奪われるの奪うを引用しました。姿、声、演出、メロディーなど様々な場面で心を奪われてしまうんで、この漢字にしました。いや確かにね、心を奪われる、わかります。もうなんか見る人の心をねかっさらっていってしまうのがレオルさんの恐ろしいところなんですよね。レオルさんのその容姿とか、まあ、曲とか初見の時の驚きが半端ないんじゃないかなと思うんで、そこでもう心奪われちゃったら気づけばファンみたいなところはあると思いますね。この大っていう字が一番長いんですよ。で、次に長いのがこの寸です。その次に長いのがここ。で、唯一の唯の時は突き出したりしてたんですけど、ここは綺麗に全部揃えると収まります。12月14日、廃墟さんです。幸先の MV から来てますね。このピンクのメガホンの質感やばいですね。ハイライトバッチバチに効いてて、ニコーってしてるレアルの顔がめちゃくちゃ可愛いです。レオルさんを漢字一文字で表すなら先、私の好きな幸先という曲の先とレオルが進化して先へ進んでいるというのをかけてこの漢字にしました。さらなる高みを目指していろんな道を切り開いていってほしいと思いました。なるほど、私も幸先が出た時、自分の道を何もないところから切り開いてどんどん前へ進んでいく印象を持っていたので、この先に進むっていうニュアンスはすごいよくわかるなと思います。ここの長さと払いと羽の長さが微妙にずれてるので、これを意識するとめちゃくちゃ上手に描けます。12月15日チキさんです。ドーンって感じですよね。あえて口やら鼻やら描かなかったあたりでものすごいインパクトが
強まってますけど、そしてこのギョロリとした目つきのレオルさんがたまんないですね。漢字書く、確固たる信念を持って活動している印象があるので選びました。曲を通して自分自身の存在も何度も確かめられています。これめちゃくちゃ深いなと思ったんですけど、これって要はチキさんが自分自身の存在を感じられるっていう意味ですよね。なんて言うんだろうな、こう曲とこうリスナーがこう関わり合ってる感じ、聞いてただ楽しいですねとか感動しましたっていう聞き方ではなくって、リスナーもなんか育っていくみたいなニュアンスじゃないんですけど、それによってちゃんと気づきを得たりとか、なんて言うんだろう、すごい忘れかけてるもんをやっぱそうだよなって再認識させてくれるようなっていうニュアンス、自分自身の存在を確かめられるっていうこの表現すげえなって思ったんですけど、わかりますか言っている意味わかりますかね。はい、石片の幅をめっちゃ狭くしてください。しっかり払ってやるとバランス取れるかなと思います。12月16日おゆさんです。いやー、これは壮観ですよね。公式が使ってもいいんじゃないかっていうぐらいに映えな感じですけど、7人のレオルがそれぞれの曲を表している感じですね。全部衣装違いで、個人的にはタイとユーレイズミーが好きかな。これめちゃくちゃ凝ってますよね。背景色と同じ目の色をしているんですね。どのレオルもキャラが立ってて可愛いですね。漢字はこちらです。レオルさんという魅力的な都に人が集まる意味を込めて選びました。数字の単位としても大きい K、 ライブ会場もだんだん大きくなってファンが倍増したという意味も込めています。あと日本や和を大事にしているイメージとか、文字自体が左右対称で綺麗だなとか、これめちゃくちゃわかる、めちゃくちゃわかります。すごいすごいすごい、これすごくないですか。これちょっと待って、都でしょ、単位、会場が大きくなってファンが倍増、和を大切にしている、左右対称、5つですよ。5つのイメージがこの字には組み込まれている。すごいすごい考え抜かれた一文字だと思います。私がわかるって思ったのが、その和を大切にする、レオルさんはね、この日本が好きなんですよ。日本語が好きなの。日本語ラップはかっこいいんだっていう風にしたいっていうのをね、おっしゃってましたけど、レオルさんの言葉遊びとかそういうものに込められている日本に対するリスペクトとか、そういう愛みたいなものがめちゃくちゃ私は好きなので、その意味も込めてこれっていいですよね。東京の今日じゃないですか。いいですね、めちゃくちゃいい字だわすごいな、この字を見つけてきたのすごいですね。画数少ないんでバランスむずいんですが、ここが一番長いです。超っていう字の下側ですね、隙間を同じ分開けてやると上とのバランスが取れると思います。はい、それではどんどん行きます。